レイ先生、Git クライアントは何を使ってますか？最近は Git フォークを使ってるぞ。どういうことができるか教えてください。うむ、まず基本的な部分だが、差分はこのように見える。コードを追加した部分が緑色になり、削除した部分が赤色になる。これはどの Git クライアントも同じような感じですね。そうだな、特徴があるとすると、デフォルトでコミットのタイトルと本文が分かれているから、タイトルにコミットの要約、本文にコミットの詳細を書けるところだな。ちなみに本文に書いた内容は GitHub 上でこのように見える。あんまり意識していなかったです。 Git Frame を使う機会がなければ基本的になくて困らないからな。そういう使い方もできるんですね。あとチェックボックスでアメンドするかどうかを切り替えできるのも Git フォークの特徴かもな。ワンクリックでできていいですね。あと他にもファイル指定での下伏もできるぞ。他の Git クライアントだとできなかったりするし、意外と便利だ。ファイル指定でスタッシュできるのいいですね。他にもありますか？任意のコミット時点でのローカルとのファイル差分とかも見れる。こんな感じだ。これは PR を作るときにファイル差分が大きくなりすぎないかを確認するのに便利だぞ。ふむふむ、 PR 化する際の流度を決めるのに良さそうですね。その他にもサブモジュールの更新やインスタライブリベースなんかもあって役立つ機能は多いぞ。インスタライブ？違った、インタラクティブリベースだ。レイ先生、もしかしてインスタライブしてる？ Git フォーク、いい感じですね。インストールして使ってみたいと思います。レイ先生、ありがとうございます。質問来てた。大企業で自分の力を活かせません。おすすめな会社を教えてください。結論、基本的にはプレイグラウンド。プレイグラウンドがおすすめな理由、その1、社長が IBM 出身の連続起業家で、社員も大企業出身のエース格が集まっているから、大企業出身者が活躍する土台が揃ってる。プレイグラウンドがおすすめな理由、その2、エンジニアがプロダクトの意思決定権を持っているから、自分で学んで自分で決めてどんどん開発ができる。もちろん実力勝負やから、現場に足を運んでお客さんに話を聞いたり、本気でプロダクトと向き合わないと認めてもらえない緊張感ある現場や。でもサッカーの強豪チームみたいな会社やから、スタメン張らなくてもいいやっていう人にはちょっと合わんかもしれへん。みんなで作ったプロダクトで世界を取ろうっていう野心的なエンジニアには最高の場所やで。他にも知りたいことあったら概要欄をチェックしてな。ヤスン法律事務所。